やあ、かける。元気かい？待っててくれたかな。さっき面白いことを思いついたって言ったよね。これから君とゲームをしようと思うんだ。俺が遊園地から脱走してきたことは知ってるよね。その遊園地のどこかに博士と夏美を隠したんだ。それを君に探し出してほしいのさ。もちろん君に楽しんでもらえるようにいろいろと思考を凝らしておいたよ。きっと忘れられないひとときになるんじゃないかな。ま、とにかく遊園地で待ってるよ。また会おう。
くれたか、かけるく。わしは心配ない。君こそ無事か。僕は大丈夫だよ。そりゃあ何よりじゃ。こうなってしまってわしにはどうすることもできん。妻が助けてくれ。中へはどうやったら入れるの？一番上に入り口があってな、そこから入れるようじゃ。わかった、ちょっと待っててね。
助かったわい。ありがとう、かけるくん。君は強くなったな。博士のメカの力だよ。いや、何も力ばかりが強さではないぞ。そんなものは人間の強さのほんの一部に過ぎん。君は本当の意味で確かに強くなったんじゃよ。そうかな。難しくてよくわかんないや。ところでカケル君、ヒロキ君やスペクターはまだ見つかっておらんのだね。うん。よし、わしは研究所に戻って装置を修理する。早くせんとスペクターがまた歴史をめちゃくちゃにしよるかもしれん。そうなっては手遅れじゃからな。君はこのまま遊園地の探索を続けてくれ。くれぐれも用心するんじゃぞ。うん、わかった。さあ、かける。聞こえるかい？ゲームは順調に進んでいるようだね。このままゴーカート場に行ってごらん。君の相棒が待ってるよ。これが最後のゲーム。でも、博士は祭りの時のようにはいかないからね。十分気をつけるんだよ。じゃあ、君の現状に期待してみて。ため走るだけあるぞ。でももうこれまでだ。今日こそ決着をつけてやる。勝負だ。今まで何してたかぼんやりしか思い出せなくて。ヒロキ、ひょっとして元に戻ったの？スペクターのこと覚えてないの？スペクター？
あ、だだ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 。ああ、なんか体中痛いや。やったー！元に戻ったんだね、ヒロキ！よかったー！俺、ひょっとしてそのスペクターってやつに操られて…痛いってかける！おう、ヒロキ、目が覚めちゃったんだ。まあいいや、もう君は用が済んだからね。この声は？スペクターだよ。それはそうと、かける、お前の力たっぷり見させてもらったよ。ほんと想像以上だよ。ヒロキも目を覚ましちゃったし、ちょうどいいや。代わりに俺の仲間にならない？なるわけないだろ！誰がお前なんかと！まあまあ、とにかく直接会って話がしたいな。お前も俺を探してるんだろう。俺は今、この遊園地の城を改造したスペクター城にいるんだ。入り口は開けておく。君を城に招待するよ。じゃあ、待ってるよ。行くのか、かける。うん、スペクターを捕まえなきゃ。俺も行くよ。ヒロキは研究所に戻って博士を手伝ってあげて。怪我してるし、それに博士のメカを持ってないとこの先は危ないよ。でも、そうか、そうだな、わかった、そうするよ。ヒロキ、一人で帰れる？うん、それぐらい大丈夫さ。じゃあ行ってくるよ。あ、かける、負けるなよ。Ooh, ooh, 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 ooh,
Ha!
Thank you.
Thank you.
城の中をかなり荒らし回ってくれたようだね。俺はお前と話がしたいからこの城に入れてあげたのに。どう？気に入ってくれたかな？この城は最強の要塞なんだ。世界征服だって簡単さ。ここは眺めもいいし、ほんと最高だろ。何言ってんだよ！みんな困ってるんだぞ！もうやめるんだ！お前こそ俺を妨害するのはやめて仲間になれよ。ヒロキみたいにさ。嫌だ！お前なんかに操られるもんか！それはどうかな。俺は超能力が使えるんだ。お前がいくら嫌だと言っても、俺の力をもってすればお前を自由に操ることなんか簡単なんだぜ。こんな風にな！苦しいか。諦めて俺の仲間になれ。さもないとこの苦しみがずっと続くぞ。やった！しんどいやつだな。俺の力にかなうわけないだろ。俺の力が通じないんだ。力だけが何？力だけが本当の強さじゃないんだ！って博士が言ってた。失望したぞカケル！もうお前には用はない！あ、待て！これでもやっ
僕もやったな、カゲル。お前のせいで俺の計画は台無しだ。スペクター、もう悪あがきはよせ。遊園地に帰るんだ。ふざけるな。あんなほのぼのしたところに二度と帰るもんか。いいか、俺は必ずまた戻ってくる。そして今度こそこの世界を征服してやる。それまで首を離して待ってろ。いいな。あ、待て、スペクター。やった。
ペクターはいずれまた悪さをしに戻ってくるじゃろう。博士、僕スペクターを探しに行くよ。しかしまだ捕まっておらん残りの猿たちを放っておくわけにはいかん。君はまずもう一度タイムマシンで他の猿たちを捕まえるんじゃ。その間にわしはスペクターの居場所を突き止める。スペクターを追うのはその後じゃ。